はい、じゅんちです。ではアイウェアなピーザー3続きをやっていきましょう。でも毎度おなじみとなりましたこの超鬼畜ステージ攻略を再開していきたいと思います。まあ、上上とね、まあ、上がっていくんですけども、で前回ここに来た時に試しましたが、まあ、水が変わって、でこの変わった後の水はこう2段ジャンプが、復活する水なんですけども、代わりにこう1回のジャンプの高さが結構出てしまうという、まあ、それがまあデメリットっちゃデメリット、まあ、メリットになる時もあると思いますけどね、まあ、そんな特徴の水を攻略してあの右上のセーブまで行きましょうか。ではよ、でもこれってさ、2段ジャンプ復活するってことは、その1回なんていうの、下に出てふわっとこうショートカットできるような気もするんですけど、こう、うん、そう、次のこの左右に針がこう向いている、あそこはショートカットできそうなんですよね。まあ一回ちょっとやってみましょうか。まあ確かにこうどこもかしくも難しいので、まあここもまあまあ難しいとは思うんですけど、ただあの行きよりも帰りの方がその右下のあのわちゃわちゃしたところ通らなくて済むんで、その分まあジャンプは高く出ちゃいますけど、慣れればほら来たよ。そしてここを、うん、ちょっと待って右キー早く押しすぎちゃった、せっかち。いやー、もうこの曲ももう長いこと聴いてますね。何時間聴いてるんだろう一体。あ、ちなみに今途中経過ですけど、経過時間29時間11分23秒回ったところです。デス数18217です。はい。という感じで、まあもっともっと増えていくでしょうけども、やっていきましょうか。よ、あ、ここだね。まあ、そこそこいい軌道は出るんで、ちょっとその感覚が全然、今の低すぎるか。高すぎたり低すぎたり。初回行けたんですけどね。初回以降行けなくなるというこの謎の事象は、来た、うわー行き過ぎた、ここがまあそのほ、来た来た、もう一回行くよ行くよ、ほ、あ、行ける行ける、これ多分ショートカット行けますね。ショートカットはできると思うのよ。ただよっ、あ、行けるね。ショートカットできるけど、これしなくても本当にジャンプしてスイスイっと下に下ってくだけだから、しなくていい箇所ですかねと言ってみたけど、一回ちょっと上行ってみようか。そうね、こう来てここ足すして上に上がってく、あそこ掴むことは無理か。そうだね、そしたらこれ右に上がるじゃないわ、右に移動するんだけど、よし来た。そう、これ別にショートカットしなくてもここそんな難しくないんでいいと思うんですよ。でこの次なんですけど、行きと違ってジャンプがでかいんで体出して上がって出していきます。だからこんな感じで、よしよし凍れたよ。でここショートカットしたいな、ここはしたいけど、これできないよね。一旦下まで降りていくっていう方法あるけど、あのまた右下のね、一つ前の区間、二つ前かやってくっていう方法あるけど、それさすがにきついんで、ここ行くしかないか。いやこれさ、行きます。 OK OK、 いいぞいいぞ。いやここきついな、ここきついな、ちょっと行きます。オッケー、あ、ちょっ、ガッソ、ダメだこれ、もう間髪入れずに行かないと。でもなんかその体感あの1個前っていうか、その1個前2個前よりは早く突破できそうな気はするよ。ここはそんな気がする。ほよし、そうね、ここそんな難しくないから。でここが、あ、くた、なんで初回行けるの。個人的にこの区間で鬼門と感じるのは、その右下、あ、真ん中ちょっとあの右にありますその階段みたいなところ、そこね、結構、よし、 OK、 結構きついと思うのよ。あ、ちょっと待って、いやーそんなね、もうさっさと行かないといけないんだけど、なんかタイミングを伺っちゃうんですよね。危なかった、今何してる、あっぶね、あ、しまった、ジャンプタイミング、いやー今いい位置行ったんだけどな。この最初の上下はもう数打ち当たる戦法で行くしかないですかね、そんな気がする。ここまではもうすっと来れる。そして問題の箇所、アップな、ここ本当に 1,2 フレーム気持ち早いショットをしないといけない。あ、ちょ、ここ、いやー落下が思ったより早いんだよな、うん、ここまではもうだいぶ慣れたもんで、危な、ここちょっと怖い、あ、じゃあ、ちょ、いや、ここ超えらんないな、この V が。V、焦りすぎると早く押しすぎちゃうし、
だからって悠長にはしてられないし、でもなんか比較的早く超えられそうな気はするんだよな。あの斜めもね、ここら辺でね練習してるんですよ今。こうやって今の角度ですよね多分。この角度、この角度、これをちょっと右バージョンでやんないと意味ないんだけど、やってて最後のあのヘンテコリンな出口のところだけ、あそこだけね、あそこだけちょっとその一か八かっていうところあるんですけど、感覚的にいつもそんなんですけど。 V でなくてもいいか。 V よりもなんていうか、あの溝っこに体ねじ込んで、んでここで、あ、こうだ、あ、わかったわかった、行き方変えよう。まあ V でもいけると思うんですけど、なるべくあの溝っこっていうか、そこにあの左右にくっついた針で少し深く沈める箇所あると思うんですけど、このプレス R の R のちょうど上ですかね、あそこまでギリギリまで沈んでタンタンっていうジャンプで右上の空間に行った方が、多分 V で行くよりも、まあ慣れかもしれませんけど成功率ありそうな気がします。そうやって人は成長していくんだ。そうだろ、ここ OK OK OK。 あ、ちょ待って、嘘、反発入れずに行かないといけないと思うのよ。なんで OK、 あ、しまった、ちょっとどこまで行くの、あ、しまったか、いや、またそこか、あ、しまった、もう OK OK、 危ない、よしよし、行くよ、もうあの行きます。いや待って、ここ結構むずい、結構むずいぞやっぱり。ここなんですけど、これさ、一気に駆け上がるんじゃなくて一個ずつ行くっていうのはどう。一個ずつなので、実践できない。なんか一段登ったら、そのあのわずかな空間で縦ジャンプしてて、でまた息整えてまた一段の方がいいか、まあ、一気に駆け上がってっちゃうかですね。ここもっと高く、もっといくよ、あ、ちょっといけた。ひたすら練習して突破していくのみ。そうだね、やっぱりこれやった感じ、こうタン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 っていくよりも、一個一個こうやっていった方が、ほんと当たり判定、意外と当たってそうだけど当たってないね。大丈夫かなこれ、多分そうだね、こっちで行った方がちょっとその緊張感は一瞬で終わらないですけど、まあ突破しやすい気がするんですよね。こう来て、そうだね、よし頑張ります。よし来た、そしたら練習の成果いきます。1段目、あ、しまった、ちょっと待ってなんか1個超えたら超えたっていう気持ちでもうなんか力みすぎちゃった。あ、いや、分かった、なんか感覚分かった、今すごくいい感じだった。もうちょい、今半分超えましたね。いや、ちょっと待ってもうなんでそこで決めないんだよ。平均的にこのジャンプが出せるように一旦ちょっと息を、あ、やばい、整える、いくよ、そして準備ができたらいきます。もうちょい右、こっからスタート何を整えてたの、息を整えて、もうちょい近づいていきます。いやー、いや、ちょっと、いやー、マジかよ、いやー、いやー、久しぶりに3分の2に突入したぐらい。あっ、ね、ちょっと必死にリカバリすぎちゃっても、針に当たるという始末。いや、待って、また同じことやっちゃった、もう、いやー、もう焦っちゃうんだよそこまで行くと。オッケー、よし、オッケー、
超えられた。いやー、かかったなここも。やっぱね、一番難しかったのはあの最後の階段地帯ですかね。あそこの感覚になれるのがまあ難しかった、そんな区間でした。まあもう一つ、あの最初の上下馬にもね、ちょっと難しめなんですけど、まあただあそこはすぐリスタートできるんで、まあ繰り返しやって突破回で進んでいくってやればそれほど苦ではなかったですかね。はい、ということでもう一区間行きましょうか。あそこにセーブあるね。ここはもう水、まあ水は水なんですけど、ずっと泳ぐじゃなくて、この上のあの黄色いの何、次の区間ですけど、次の次か、あれなんだろう。まあちょっとその前に、まあ、まずは目先の区間を突破しましょうか。ここは間、待って、これ間を、いや違うよね、さすがにワンジャンプして、あこうか、あーなるほど。んで、そしてあれ、あの針またいでいけるよ、こう来て、あそうだね、それか頭つけてトゥルジャンかってところですか。よし、ではやっていきましょうか。そしたらまずはあれ、二段ジャンプ復活する水だけど、なんかうまく判定が出ないなこれ。来た、で、あしまった。いやここも結構難しいか。ほっ、そこでまずは左に大ジャンプで、いやさすがに針はまたげないかなと思うんだけど、どうだ。いやーちょっとまず試せない、浅いと2段ジャンプが出ないジャンプになっちゃうんですよね、こういう風に。なんでちょっと深く入らないといけないんだけど、入りすぎ、来た、いやこれ届かないか。そしたら2段ジャンプして頭くっつけて復活させてトゥルジャンか。いやトゥルジャンでも届くかなそこ。まあ、とりあえずやってみましょうか。最初から結構むずいぞこれ。ここが意外といけないな、この切り返しがちょっと難しい。ここそこで触れて復活させるのが意外、いやーここがむずいな。まず最初の難所ですかね。来た、またちょっと届かなかった。今一番ベストですかね。で頭くっつけてトゥルジャンと、来た、あっあっ、えこれいけるかな、今いけそうでしたかね。結構距離あるような気がするのだが、あ、来た、いけた、いけた、あ、意外といけるわ、意外といけますね。さっきちょっとジャンプ、あの頭つけた後のジャンプが遅かったのかもしれない。今10分15分やってこれました。そして次ここか、今半分来れてますね。これ2段ジャンプで入ってっちゃダメだから、ワンジャンプでそこに入らなきゃいけないとすると、軌道、いやこれ微調整いるか、結構ジャンプするからこの辺か、この辺だね。いやちょっととりあえず一回やってみますね、感覚なんで。この辺はとりあえずここでちょっと体を半分ぐらい出した状態でってな感じで、ちょっとここ、あここだね、ここ行きます、頼むよ、二段ジャンプ押せよ。ほっ、ああーいい感じいい感じ。あとはちょっとブレーキかけて斜め入ってか、まあそれが難しいと思うんですけどね。やっていきましょう。よし、オッケー、来れるぞ。さあさっきの軌道ね、水とキッド君半々に、ハーフ&ハーフにした状態で、足が水の一番下の部分についたらジャンプで、大ジャンプで最初のリンゴは抜けられるんですよね。いきます、次は飛び調整。いや、あ違う、もうちょっと早くか、ちょっと動画見返します。ちょっと動画見返したら、一番このなんていうの、水のカブの切れ目のところに足がついちゃうとまずいんで、もう気持ち上ですかね、そこでジャンプで良さげ、もうちょい左、もうちょい左、よし、この辺でね、ここ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 行きます。いや高うまくいかないな、いけない。いや意外となんかスイスイ行けた時もあったけど、意外とあっこ難しいかな、頭ぶつけスイスイのところ、あそこ、いやーここもね、まあ、わりかし感覚は慣れてきた。ここ、あしまった、頭届かない、それはダメ。この最初のここはね、まだすぐリスタートできるんでいいんですけど、まず難しいのがこの切り返し、ここここでまた2段ジャンプ付きのジャンプが出せるかどうか、出せても1段ジャンプってことも結構あるんですよ。
うん、まずそこ安定させないといけないのと、あと立て続きに突破できましたけど、ここね、ここ意外と難しくて、よし来た来ました、久しぶり。そしたらまた同じように体半分、そして速攻でジャンプ、ここか、いきます、ほっ、あーっと、もう気持ち上か、いやこれもか、そうなんです、そこがね、来た、来い、よし、OK、 いや、でもって一回も成功しないんだよな、ここなんでだろう、いやそれはそれは上手くないからっていう答えは出てますけど、慣れます、慣れてく、ほっ、あ、いやーもう気持ち上か、今1個目のあの上向き針が突破できれば、あの感覚的にはいける余裕あったんですけどね、あ、いやー欲しい、一番なんか入り込めた気がする、よし慣れてきた、問題ここなんだよな、あ、いやー欲しい、くっそー、ちょっと、なんか黙々とやってたら、ちょっと本当に関係ない話ですけど、この上の針ずっとあの飛ぶから視界に入ってるんですけど、なんかあのゼルダの伝説のトライフォースに見えてきました、まあ見えてきたっていうか、そうなんですけど形が、うん、ちょっとそれを思ってちょっとにっこりとしてしまった自分がいます。さあ頑張ってきます、あ、来た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 、来れた、やっと来れた。でこっから先はそんな難しくなさそうなんですよね、見たところ。あーくそ、あくそ、あーもんな、ジャンプさえ出ればいいとこまで行くんだよ、来た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 、あとはここを行くだけ、あれこれ意外、え届く、えこれ意外とすぐ行けるかなと思ったんだけど、結構高さ足んないですよね、えこっちで合ってるよね、えギリギリ水面水切りジャンプで届くようになってんのかな、いや待って、ここ結構難所かもしんない、よし来た、そしたら最大ジャンプ、最大最大、待ってこう、あいやこれギリギリか、今結構いい水面ジャンプでしたよね、そしてあの傾きが一致した時に奇跡的に突破できるみたいな、こう絶妙な配置なんですかね、うわーここまで来るのもしんどいのに、よし来た、これどう、くっそ、いや全然足んない今回は、えこれどういう仕組みになってるんだ、やっぱあのバニーホップみたいな水面バージョンってことなんですかね、それもありそうですけど、よし、違う、違う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 、くっそ、水面が、く水面ちょっと早すぎた、オッケー、あー、しまった、くー、水切りができない、オッケー、あ、くそも、ちょっとそこさ挑戦全然できない、オッケー、来た来た来た、でここなんですけど本当に水切りできます、どう、うわー、いやこれいけるか、今結構良かったと思うんですけど、もっと水切らないとダメ、ここ思った、ここ難所、あの後半に難所があるとそこまで行くのがね、そうそう行けないんで、その挑戦回数が重ねられないんですよね、いやでも早いとこうなんだよね、ここすごく難しい、今よし、あし、あっばくそちょっともがいている、もがきまくってるよ、当たるのはもう見てない証拠、いやー飛び越せない、いやほんとここ難しい、初回で行けたから簡単だと思ったけど、そんなことは全然ないっちゅう、恐ろしい、いった、よし、ちょ、危ない危ない、リカバった、危ない、で次の難所はここなんだよな、なんか定位置決めてるんですけど、行けるときといけないときがあるんですよ、多分これ、ほっ、いけない、これはもう気持ち上か、集中、先端、くっそ、え、これいけんのかな、もう本当にもう足の先っちょが水面ついたらってぐらいじゃないと、いやこれどんだけギリギリに作られてるんでしょうか、
でも多分この行き方ですよね。また今の J ツールで同じ配置作ってやってるんですが、まあ難しいですこれ。あの本当行けないんですよねこれでも。もうここばかり練習してるんですけど一回も行けない。あのたまに今もう完全にこれ触れてますけど、本当水切りも水切りですね。ちょっとでも足が沈んだらダメ。いや今ね乗れましたけど、これね乗れたけど水に掴もうとすると、右に向かおうとすると触れちゃうんですよこれに。なのでなんていうかほら、こうなんかその上空ぐらいまでは触れられないジャンプが出ることもあるんですけど、水のところ行って水でジャンプしようとすると触れちゃうんですよね。なんで何度かデスしてたのは多分このパターン。ただこれもね結構難しくて、本当に水切りも水切りでやんないといけない。うん、それでも当たっちゃうよね。多分上の水ってこれ触れた瞬間すぐに上がってかなきゃいけないと思うんですよ。なんで猶予が多分数フレームってところじゃないかなって思うんだけど、どうだろう。ちょっと今連射機入れてるんですよ。でこうやってほんと掴むことがそもそもできんのかってところ今やってんですけど、それでもなかなか、まあ、そもそもねこの水切りジャンプがうまくいかない。うん、今触れちゃってましたもんね。結構あ、いやダメか、今触れてましたもんね。なんで今連射機押してましたけど、それで触れるってことは、あ、いけた。あ、ようやくいけた。あーってことはやっぱりベストなジャンププラスほんと数フレームの猶予って感じですかね。あ、また今良かったんじゃない。これどくっそダメだ。なんか最初のなんかふわっと感があったから、なんかその特別な感覚ってあの上下じゃなくて天井3連をねやった時のようなちょっといつもと違う感触をこうなんか味わえたんですけど、ちょっと失敗したな。2段ジャンプ押せなかった。いやー5分に1回来れるか来れないかぐらいなんですよそこで。今みたいに1回デスすると、あーここね、今までの区間でこの水エリアだったら一番難しいですね今のところ。今のところね、まあ、さすが上に行ってるだけってあるのかもしれませんけど、結構際だなこれ。ほっ、オッケー来た、行くよ。ダメダメダメ今の。でもあれぐらいの気持ち、うっそ、いやしまった、ダメか、いやダメか、いや全然いけないですね今回は。もう全然ダメでしたけど、さっきの時ちょっとだけ水に触れたような瞬間があった、数フレームで多分もうジャンプボタンを押してもう水を掴まないといけないということで、下の水切りも相当シビアなんですけど、ほとんどまずここまで来れない上に来たとしても水切りがそもそもできないっていう、ところがあって、でここちょっと本当申し訳ないですけど、上の水を掴むところは連射器をね入れさせてください。違う、ダメか、本当にいけないねここ。いやちょっと待ってください、ここどうしよう。連射器もそもそも使うとこまでいけないっちゅう。いくよ、あ違う、うわ失敗。そうなんだよね、2段ジャンプなっちゃうんですよ、その水面ギリギリで押した時に空中にいる判定だった時はね。でそしたらまたもう一回帰ってきた時にまた普通に水切りで体勢立て直さなきゃいけないんですけど、いやーそもそもくぼみが浅いからそれすら難しいという。違う違う、いやこれぐらいの気持ちなんだよ本当に。いやこれダメ、全然ダメ今のは。いけ、渾身の1ジャンプだったんですよねえキッド君。そうだよね、いやここほんとどういう、いやーそう、いやーダメだ、全然ダメ今のは。え、何が違うんだろう。え、これなんか特別ななんかあるんですかね。なんかシフトじゃないわ、その
いやコントローラーだとダメとかあるのかな。なんかその一回コントローラーってあのジャンプボタンを、いや関係ないか、いや関係ないっすよね。来た。今もうなんか行けたって感覚あった。あ、これ。ちょっと待って。もうここね、本当にもうやりたくないんで、絶対成功させます、ここ。ここね。これも、ちょっと練習してきたんですよ。で、ここそんな難しくないんです。あの、おそらく。あの、塩、一緒だったら、行くよ。ほっ。うわー、やっちゃったー。嘘だろ。え、またやるのあれ。ちょっともう情けなくなって。ちょっとそこ成功させてよ。頑張ります。来た、再び来た。やっと来れた。どんだけぶりか。さっきミスったのは不運です。もうちょっと下から行きます。そんな難しくないこれ。よし、オッケー、終わったー。やっと終わったわ。本当にここはもうやっと終わったという気持ちでいっぱいです。あー、いやこれきつすぎですよ。そここの左下、まあ一回ミスってしまった、なんていうの、その上のね水のところはまあいいとしても、ここ、まあ このジャンプも難しいんですけど、ここも難しいんですけど、そう左下、いやギリギリすぎ。あー、いやこれさすがに連射機ないときつかったですかね。もう本当にもうほとんどチャンスがない。ようやくつかめたチャンスも、さらにこう気持ち切り替えてその数フレームで押すっていうのはさすがに心折れるポイントになっていたと思うので、まあ、ちょっとメインプレイっていうのもありますから、ちょっとそこはねご了承ください。よし、では今回はここで終了したいと思います。まあ、たった2区間といっても、まあ、最初の第1区間目はそんな難しくなかったんですけども、この第2区間目、どっかでお話ししてると思うんですけど、多分ね、あの編集で入れてると思うんですが、この水エリアの中で一番難しかったです。特にこの左下、その箇所、お前はダメだ、本当にその箇所はきついよ。まあでもなんとか突破できたので、まあまあよしよしとしまして、でちょっと気になってるのは、このこれ何、これこのきんブロックじゃないのか。そしてあ、無限ジャンプか、水じゃないんですよ。なんか通過しても別にゆっくりなんないんで、なのでこの黄色い区間だけ無限ジャンプがただできるといった仕様っぽいですね。そうですね、水みたいにこうなんていうの、スローリーにゆっくりね、こうふわーっとこうなんないんで、なんでそれをこう駆使してこうぐわっぐわっといくってことか。こんなか、うわこれもこれなんか難しそうだな。まあ、次回のパートでそれはまたやっていきたいと思います。ということで、また次回も頑張っていきたいと思います。では皆さん、ご視聴どうもありがとうございました。